はい、今回は中野パワーさんで、前回田植えをしたところを稲刈りしていきたいと思います。ドライブ公開の佐藤誠です。翔です。ゆうすけです。まるです。大木です。スマイゴー3番33歳前村です。はい、それでは早速していきたいと思います。せーの。どこら辺かぶる？ちなみに稲刈りやったことない？ないし。田植えしかない。田植えは。え、やったことある人？あるかな。じゃあ。50年前。ここからあっちゃん。怪我人、怪我人。怪我人。めっちゃ元気。いけるわ。ちょっとおもろいかも。ちょっとおもろいかどうなってんの？そんなのさ、どうなってんの？どう？早いね、こっち。早ければいいってもんじゃないからね。愛情込めて買んないと。なんで込めて買ってください。愛情込めて買ってください。愛情込めてる。疲れてきたぜ。機械で楽しいですか？楽しいですよ、これ思い出す。何を思い出す？新潟思い出す。ちょっとパワーやって。パワーやって。やれって思うよ。黙々とすんな。どういうの？進んでないから。パワー。はず。何これ。
中途半端なところ。やあ。いいじゃん。俺の陣地。やば。やば。仕切り出したもん。丸亀を仕切り出したもん。俺の陣地に出したよ。ということで、稲刈り終わりました。はい。じゃあ感想はどうでしたか、翔さん。大変だった。あの、お米のありがたみが、まあ、こんだけやっただけでもう伸びなくて、もう汗かきだし、はい、大切に食べようと思います。はい。はい、ということです。今回ここで採れたお米を後日今シーズン販売する予定になっています。この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。